どうも、ハイチです。今回はですね、5周年を記念して初めてグッズを作ったので、それの宣伝をさせていただきます。よかったらお付き合いください。では早速ね、参りましょう。今年のね、6月1日に、自分が YouTube の活動が5周年になりまして、それの記念でね、今回作らせてもらいました。初めてね、グッズを作ったんですけど、ちょっとこのデザインの意味は最後に話しますね。で、まずパーカーから紹介していきます。はい、じゃあまずこれがパーカーでございます。で、パーカーに関しては色が2色で、このブラック、黒と、あと白ですね、の2色となっております。で、デザインとしては同じなんですけど、白、ちょっとパーカー買ってないんで T シャツで申し訳ないんですが、この数字のところが黒になります。これのパーカーバージョンをイメージしてもらえたらと思うんですけど、で、サイズが結構ありまして、今回自分買ったのはこれ XL ですを買いました。で、自分身長が180で、男が着るとこんな感じで、着た感じは自分はちょうどいいですね。少しダボっと着る方が好きなので、自分はこのぐらいがいいかなと思います。で、まあ、パーカーのデザインというか、まあ、多分このサイトはね、こういうものなんだと思うんですけど、この袖の絞りがかなり強いものになってます。これがね、自分結構パーカー着て腕まくったりするのが好きなんですけど、こう腕まくってね、これちょっと厳しいです、まくるの。まあ、自分がちょっと肉付きがいいのも若干あるんだけど、厳しい。多分着ていくうちに緩くなってできるようになるかもしれないんですけど、今日届いて今着た感じだとちょっと腕枕厳しいかなと。まあ、それをね、したいかしたくないかはあると思うんですけど。では、袖は長いですね。普通にこんな感じ、もう燃え袖以上いっちゃうからね、こんな感じになっております。はい、なので一応まあ多分 L でも全然いいと思うんですけど、少しダボっと着るんだったら、まあ、男性だったら XL が、うん、こんな感じでございます。ちょっと女性参考にならなくて申し訳ないんですけど、一応こんな感じです。で、次が T シャツでございます。で、この T シャツのサイズが今度これ L なんですね。 XL じゃなくて L で、ちょっとでかいかなっていうぐらい、まあ、ダボと着るならちょうどいいと思うんですけど、まあ、L で着たらこんな感じだから、まあ、自分このサイト使うのが初めてなんで、はっきりは言えないんですけど、パーカーのサイズと T シャツのサイズ若干こう違うのかな、まあ、かななんで申し訳ないんですけど、っていう印象はあります。で、次にこれ T シャツの黒でございます。まあ、デザインはさっきあのパーカーと同じになるんですけど、ですね、今回サイズが本当多くって、自分のこれ L なんですね。で、 WL っていうのが実はあって、これ W ウーマンなんですけど、ウーマン L です。で、今回これウーマン L、 WL を買って、で、うちの奥さん用に買ったんですけど、で、奥さんが156センチです、うちの奥さんはね。で、普通、まあ、体型は普通でイメージしてもらったらいいと思うんですけど、で、着てちょうどいい感じです。多分ウーマンの L なんでちっちゃくなってると思うんですけど、普段奥さんは普通の私服は M で買うので、 M の、まあ、M がね、普段着てる方は WL、 ウーマン L ぐらいがちょうどいいのかなという印象でございます。これが黒ですね。で、次にこれがちょっと見にくいかもしれないです。これグレーでございます。これはね、うちの子供用に買ったんですけど、で、子供用サイズもあって、うちのお兄ちゃんが110センチがサイズなんで110で買ってます。で、ライトイエローは今回買わなかったので、ここで見せられなくて申し訳ないんですけど、黒、白、グレーを見た時に自分は一番グレーが好きですこれ奥さんも同じ意見だったけど、はい、という感じです。まあ、これがグレーとなっております。で、最後にもう一個、これがトートバッグ、まあ、バッグですね、になっております。で、デザイン同じなんですけど、バッグの、まあ、右下、左下かにこのデザインが印字してる感じです。で、裏は T シャツとかパーカーも全部そうですけど、裏は特に何も印字してありません。で、サイズとしては、よいしょ、普通の、まあ、ノートも、まあ、すっぽり横でも入るし、まあ、縦でも入るんですけど、だし、ちょっと大きめのこのね、まあ、やつとかも入り、入れ方変わるよね普通に入ります、横でも。まあ、こんな感じですね。結構量としては入るので、まあ、勉強道具とか持っていくときにはちょうどいいのかなと。トートバッグとしては自分はすごくいいサイズかなと思っております。で、色は、まあ、見分かる、ちょっとクリーム色みたいな感じとなっております。はい、という感じでね、がっつりちょっと宣伝させてもらってね、本当にお付き合いいただきありがとうございました。最後にデザインの意味なんですけど、これはですね、普段自分がダラダラジオっていうのを、まあ、撮ってるんですけど、で、3月にダラダラジオの一環で卒業式っていうのをやるんですね、毎年。で、まあ、祝辞みたいな感じで話をするんですけど、多分2年前かなの時にそれを話したんですが、自分が普段、まあ、生きていく中で大事にしてる考え方というか言葉があって、人生っていうのは 51% のいいことと 49% の悪いことでできてるっていうのが、まあ、大事にしてる考え方なんですね。
で、どういうことかっていうと、51と49の僅差じゃないですか。僅差なんですけど、それでもいいことの方が人生絶対多いはずだよって。だから悪いこととか嫌なこととか辛いことが続いたとしても、それ以上のいいことがやってくるから、今踏ん張って頑張ってこうぜっていうのを大事にして、まあ、それを話したことがあるんですね。で、それを今回込めました。だからこれ比になってて、51対49で、51はクローバー、まあ、幸運の証なのでいいことが51あって、まあ、49は涙マークみたいになってますけど、ちょっとね、辛いこと、涙を流すようなことは49あるけどっていう意味を込めております。では最後に購入方法を説明させていただきます。今回は T シャツトリニティというサイトを使わせてもらったんですけど、それ概要欄に、リンク貼ってますので、まあ、そこポチッと押してもらって、で飛んで、自分のショップ名がとある男が服を作ってみたというショップ名なので、そこで探してもらえたらと思います。で、価格の方は普段というか普通にね、お店で売ってる T シャツとかパーカーに比べればかなり割高になってますので、多分学生のみんながポッと出せるものではないんですね。だから、まあ、親御さんと相談となってしまうと思うんですが、もしね、ちょっとご購入いただけるようでしたら、ぜひよろしくお願いいたします。で、最後に、ちょっとちっちゃい、なんだろう、皆さんにこう還元できたなと思ったことがあって、まあ、今回5周年、ね、こうやって続けてこれたのも、本当見ていただいてる皆様のおかげで、こうやって続けてくることができました。で、まあ、グッズをね、こうやって作ることもできたので、ちょっとだけなんですけど、T シャツ、まあ、一部とか1枚、とパーカー1枚を見ていただいている皆様にプレゼントできたらなと思っております。で、その応募条件なんです、条件とか応募方法なんですけど、なんかよくね、自分こういうのやるのも初めてなんですけど、あれなんですけど、例えば動画がチャンネル登録して高評価押してとかっていうのがよくあるんですが、あんまり自分のそういうのがしっくりこないので、普通にここに書いてあるメールアドレスに送ってください。で、その送ってもらうときちょっとお願いがあって、タイトルに T シャツ希望かパーカー希望かどっちか書いてください。で、どっちでもいいはなしにしてください。必ずどちらかを選んで書いていただけたらと思います。で、そのメールの文面にちょっとどっちか出してると思うんですけど、まず住所、まあ、郵便番号、住所、名前で、連絡先はいいや住所 と、郵便番号と名前ですね、を必ず必須で書いてください。で、まあ、そのパーカーとか、なんだ、T シャツのサイズと色も必ず書いてください。で、これに関しては申し訳ないんですが、自分のこのリンクの方から飛んで、チェックして、まあ、サイズとかちょっと見て、あ、こういうのがあるんだって確認してから、メールを送ってもらえたらと思います。で、締め切りの方が、今日は金曜なので、次の土日、9月のじゃあ10日の1日、まあ、終わるまで。で、その9月11日になった瞬間に締め切る感じとなります。で、当選に関しては、当選者の方はちょっとメールのやり取りが必要になるので、メールの返信を送りますので、そちらを確認いただけたらと思います。はい。で、自分がこのサイトを使うのが初めてなので、なんか売り切れとかがあるのかちょっとよく分かってないんですけど、もしそのなんだろう、希望していただいたサイズと色のものがすぐ買えない状況になったら、その時はちょっとメールで相談してもらさせてもらってっていう形になると思うので、ちょっとご希望に沿えないこともあるかもしれないんですが、ひとまず、ここですね、メールアドレスに普通にどっちか希望というタイトルで文面の中にさっき言ったものをちゃんとね書いていただけて、書いていただいて送ってもらえたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では、本当ね、長くなってしまったんですが、ちょっとね、初めてだったのでテンション上がって嬉しくなっちゃって動画を撮らせてもらいました。これからもね、まあ、たまにこういうグッズ作るのちょっと楽しかったんで、今度は文房具とか作りたいなってすごく思ってるんですけど、でも、まあ、これからもね、コツコツ動画撮って頑張っていきますので、どうぞ今後もよろしくお願いします。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとね、見ていただいている皆さんと温度差があったかもしれないんですけど、まあ、ちょっと本当ね、出来上がって嬉しかったんで、許してやってください。はい、じゃあ今後もね、コツコツ頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。